新型コロナウイルスの感染の有無を短時間で判定できる抗原検査の診断キットを大手検査試薬メーカーが開発しきのう薬事申請したことが分かりました厚生労働省に薬事申請した大手検査試薬メーカーの藤井レビオは新型コロナウイルスを構成するタンパク質を検出して判定する抗原検査の診断キットの開発を進めていました フジレビオは ANN の取材に対して薬事申請したのは事実で具体的な申請内容は今後公表するとしました新型コロナウイルスの抗原検査の診断キットが薬事申請されるのは初めてで厚生労働省は承認するかどうかの審査に入ります抗原検査は PCR 検査より精度は劣るものの長くても30分程度と 短時間で感染の有無を判定できます。